今日の餃子はまさし。それも単なるまさしではなく4まさし、合計120のまさしで大まさしパーティーを開催。注意しないとあれだよね、焦げるわな。そうですよ、ね、中の方見てみるわ。あ、いや、中の方あれだ、行ってます。外は、どうする、これやばい、中救出した方がいい。中取っちゃいます。中取っちゃうか、中取るよ。確かにちょっと焦げっぽい匂いしてますけど、これやばい。ほら、やばい、焦げてる焦げてる。どうしよう、原田、これどうする。内側救出しましょう。内側救出しよう、はい、箸、箸、菜箸、菜箸。あ、いや、あ、あ、あ、確かに焦げてますね。あー、だって焦げの匂いするもん。いくよ、これ、はい、あ、でも美味しそう。ちょっとまた焦げちゃいました。うん、でも美味しそう。あー、美味しそうじゃない。美味しいね、やっぱり皮もさ、甘い、甘いというかね、美味しい。おぉ、50かな、40ぐらいですかね。40ぐらい、40、40ぐらいか、50いくかいかないか、そうだね、45ぐらいかな。まあちょっとな、じゃあ次のロット焼き始めますよ。はい、ごちそうさまでした。これでいい？はい、バラバラで大丈夫です。あ、あ、どう？まあまあと思います。いけると思いますね。あ、うん、うん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 。よし、ちょっと呼んできます。はい、子供たちを子供たち未経験の、そう、あ、いっけ、オッケーオッケー。これ全部同じタレですか？全部同じタレ。はい、いただきます。うん、うん、いや、うまいですよ。うまいね。うまいですよね。冷凍のクオリティじゃない、うん、めちゃめちゃうまいですよね。冷凍のクオリティじゃないの、うん、だって、そう言われたらそうだわ。めちゃめちゃうまい、うん、すみません、思わず次は美味しい。めちゃめちゃ美味しいね。いただきました、これは美味しい。なんか美味しい流れに、うん、生姜の、そう、生姜が、うん、あ、生姜が効いてますよね、これ、うんうん、うまいね。いや、うまい、いや、冷凍とは思えない、めちゃくちゃうまい、うん、やるやん。やるやん、いただきました。いただきました。結構やるよ。いやー、ここまでうまいとは。びっくりしちゃったよ。わざとらしい。わざとらしい。わざとらしい。さて、どうしよう、これ。片付けて、うん、やってみましょう。やっちゃうか。やっちゃう、だって、まだ増えるでしょ。そうですね。じゃあ焼くよ。はい。餃子ってうまいですね、うまい、改めてあんまり気にしなかったけど、やっぱりこうやって食べるとうまい。うまい、あ、これいいですね。いいよね。ぐっかりパクパク食べれますね、うん、うまい。でもやっぱこれニンニク少ないよね。少ないよね、生姜メイですね、うん、生姜系。そうですよね、ニンニク結構全然入ってないです、うんうん、ある意味あっさり、あっさりっていうか食べやすい、本当。あ、そうなんだ、餃子っていいな。餃子いいよね。知らなかった、うん、餃子っていいですね。家でただ餃子だけ食べてビール飲んでればいいんだって、うんうん、そうだよ、そうだよ、うんうん、栄養もあるじゃん。ありましたよね、うんうん、なんで完全食、完全食餃子は完全食。うまい、うまい、うまいね、うん、